鉄塔に、星に。下品なおバカコメディの第二弾、少年がテディベアをお友達にしたいと願ったらテディベアに人格が形成されて下品なおっさんになった映画からの続き。スーパーのレジ係のメスと結婚したテッドだがなんやかんやあって人間ではなく自分が所有物だということになってしまって結婚できなくなってしまう。結婚したいテッドはいろいろ頑張って人権を獲得するまでの物語。この映画は非常にアメリカチックの下品さを表現した映画であり、アメリカの下品さの文化のない国には過激な内容となっております。アメリカの下品さは主に、うんこちんちん、差別、ドラッグの3点なのぜ。そしてこの映画はハリウッドのタブーである差別を笑いのネタに入れている挑戦的な作品なのぜ。例えば、こんな気分が落ち込んだ日は深夜のマラソンランナーにリンゴをぶつけて遊ぼうぜとか、こんな気分が良い日は即興漫才師に911とか東日本大震災とかのネタを提供して困らせてやろうぜ。のような炎上ネタを入れてきます。これは高確率で炎上して売り上げが下がることが予見できる内容なのでハリウッドタブーなネタをする度胸がすごい。ジパングの2022年 M1 王者もネタに、ひがみをテーマに優勝したので、これは一部から多数の人族は他者を引きずり下ろしたり悪態をつくと気持ちいいという非生産的な生物であり、昨今のエンタメではそういう一部から多数の人族のニーズに応えれないから、突発的にこの映画のような作品があると聞くと現れてそれらの非生産的な人族のニーズを満たすのぜ。笑いのセンスが1よりもあれで後半のまとめ方はグダグダですが1のファンなら、